このハイパイをくださいだから。あーもう何回も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 言ってんのに。なんでこのハイパイくれないの。さあ、ポンデさ、トイメンが、白とチュン持ってますね。さあ、あーでもまだ打たない。さあ、まだ打たない。あーさあ、チュンポンデ。さあ、チュンポンデ。さあ、あと、まあ、さすがにトイメン白は打たないとは思うけどね。うん、いくらなんでも、ちょっとさ危なすぎるからね。さあ、何も引きまして。さあ、何も引きまして。さあ、でもやっぱり、ちょっと溜めてますね。溜めて、さすがに、あーさあ、ポンデ。さあ、はい。テンポ、あ、トイメン、トイメン危ないよ、トイメン完全に危ないよ、あれ、多分染まり切ったら出るよ。あれ、いや、まあ出さないか、さすがに自敗さん泣きしてるからね。まあ、いくらなんでも出さないとは思うけどね。あー、ちょっと危ない、次危ない。あーさあ、じゃあリーチ、さあ、じゃあリーチ、さあ、トイメン大丈夫か、トイメン大丈夫、あー、いや、よりによってしろ。よりにもよって、いや、まあ、せめて、まあ、そこは何の方がいいんちゃうかな。4マなんですけど、11周。さあ、11周。ああ、もう赤ウピンから行ったね。赤ウピンから行ったら、元気よくチーされましたと。まあ、C 持ちはそうですね、単位はあるんで、もう赤ウピンから行って。で、まだ11か。まだ11でーす。と、あとは引けない。なんと、どこ、なんと、9番か。何キュワーン、すっと、あと、さあ、なんが、あとな、あ、でも何、あ、いや、ちょっと待って、3枚切られてるやん。それは無理やろ。まあ、それは無理でしょ。さすがにね。3枚切られてるってことは、まあ、他に行く範囲がね、まあ、多いかなーす。ああ、そう、あんま行かないの。いやー、でもやっぱりね、1枚対多分十数枚あるからーす。あー、さあ、先輩。ああ、ちょっとね、時間かかったけどね。まあ、4枚やから。まあ、4枚やからって言っても、そもそも6巡目で13名張ってることがおかしな話なんですけどね。染めて、どうしようかなって感じ。まあ、ポンでも全然いいですしね。ああ、さあ、そのポンで。さあ、その白のポンで、さあ、パーピン入りまして。まあ、パーピンだと、まあ、ああ、おおいや、そのポンでだいぶ歪んでるよ。その白のポンで、こっちがズバズバ入って、トイメンがリーチを打って。いや、だいぶ歪んでるんですけど、さあ、こちらもさあ、ペイ抜きまして、スッと、ああ、さあ、先輩や。いや、歪むな、その1ポンで歪むな。さあ、こちらシャブなんですけども、ウーソー友達、ヤマさんかな、やーい。あー、やばい、でも、はい、白をポンした。あー、やっぱりね、そういう舐めたポンすると、やっぱり役満つぼられるんすよね。はい、玉の間。あー、どうだ、ね、あー、どうの親戚の人いる。あー、天砲積もってどうだも相当危ないんですよね。少数詩が見えている。まあ、なんで、あ、てか、ちょっと待って、下茶強くない？いや、下茶めちゃめちゃ強いんだが。いや、こっちも強いけどね。こっちも十分強いんですけど、下茶ももう染めれそう、早い。まあ、トイメもなんなら強いんですよね。だみんな強い。さあ、ウーソも引いちゃいました。ウーソ引いちゃって、まあ、なんがね、トイメ2枚持っちゃってるんですよね。だから厳しいかなーってところなんですけど、あとはまあ、トンですね。トン引くしかないんで、まあ、行きましょう。はい、転売。さあ、転売。さあ、テンパ、いや、でも、トイメンがね、何2枚持ってるんで、だその、もう1枚しかないんですよね。いや、1枚しかないとなるとね、いや、もうさすがに厳しいんじゃないかな。いくらなんでもちょっと残り1枚はさすがに厳しいんじゃないかなってところではありますけれども、まあ、そんなね、うまいこと積もれるかな、みたいな。さあ、なんだ、ああ、ちょっと深いね、ちょっと深いね。まあ、トイメンがね、まあ、トイツ落としするって可能性もあるよ。一応、ああああ、してしまいましたね。あーちょっとトイメンね、タイヤをつけに行ったら、少数シーンすったん宝珠。あんまり良くないんで、まあ、国士かなーって感じですかね。ハッシュでしたね。まあ、ハッシュはね、ちょっと非常にやる気失せますよね、なんていうか。まあ、でも、チューン重なったんで、あ、ま、国士かな。まあ、一応九州なんで、まあ、ここから国士狙っていって、というところではありますけど、まあ、なかなかね、言うても三馬とはいえね、国士無双そんなね、スパスパできないんですよね。あ、そんな上手いことはスパスパ、でも結構無駄相撲してるね。結構無駄相撲してるから、ちょっと厳しいかな、みたいな。でも、トイメン、ま、普通に強いし、まあ、神茶も、まあ、まあ、って感じだね。神茶も普通に強いですね。まあ、早そう。さあ、そして、おっと、第三元。でも第三元無理ですね。第三元は、白三枚持たれてるんで、もう物理的に無理。さあ、そして、ペー積もりまして、なるほど。さあ、トンズも、おっと、なんかわからんけど。なんかわからんけど、さあ、自敗ズバズバ引いている。でも9万重なったんで、まあ、マンホンにさ、あーだあーだ
あとさ、テンパイ取らず？テンパイ取らなかった時は何の間か確認、銀の間、なるほど。あ、万本拒否の時は、な、さあ、はい、テンパイ。さあ、さあ、そのもんで、そのもんで、そのもんで。さあ、そのもんで、トイメンがやればよ。そのもんで、トイメンが想像引いてれば、あ、さあ、さあ、さあ、はい。いや、まさかの第一声でしたね。いや、そのポンで歪んでね、トイメンに想像が入ってるんで、大地。はい、金の間サイドアウトサイドアウト、なんちゃう早いのよね。あペンサンピンガーって言うと思ったんですけど。あ、でもまあ割とね、まあでも、そうですね、打点も手役もないから、まあ割と普通のチーホ。まあ、チーホが手役なんやけどね。手悪いですね。ハッシュ8杯ですね。あーさ、九州中で流さない。流さない。流さないのか。なるほどね。いや、まあ、そうですね。やっぱ4まで国士ってね、難しいからね。どうしても難しいんで、まあちょっと厳しいんじゃないかな。まあ、流局させておいた方がいいんじゃないかなと思いましたけど、さ、あれ、12種あれ、あれ、10種、10種だった自主だったか？さあ、ああ、さと、ああ、テンパ、あ、テン、あ、テンパってる？これテンパってるよな。なんか赤い灰がないから分からんけど、これ多分全山なんだよな。ああ、さあ、ああ、違う、ああ、違う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 、赤い灰がなかったと思ったら、この、表、宝珠灰やってなかった。普通に無駄ずもなく、ここし積もった人やった。手なりですかね。まあ、そんなにね。どうしようかなーって感じ。まあ、まあ、形がね、ああ、でもまあ、これでいい感じになったんじゃないですか。ちょっとペンチャンね、とかあるのも、まあ、気になるけど、まあ、またジャントないんで、まあ、どこでもジャント作れるんで、ああ、だからさあ、ダイナミックメンズ置きありまして、ダイナミックメンズ置きで、まあまあ、白ね、白缶。で、まあ、こう、いや、でも、とはいえね、なんか別にそんなに打点ないな、みたいな。ああ、さ、ペンチャン切りましたね。ペンチャン切りまして、そうですね。ああ、さあ、9秒、またペン、なんだあれペンちゃん絶対イヤマン。ペンちゃん絶対イヤマンいますね。絶対にペンちゃんも残さないという。ああ、でもどう、ああ、さあ、ポン張りまして、さあ、でも、ああ、さあ、テンパ、さあ、テンパ、間違いな。まあ、短期コロコロできますからね。そういう意味は全然ここから短期コロコロできるんで、まあ、一応ポンしまして、って感じです。まあ、ドラポンなんでね。さあ、ああ、そこで、まあ、もう、関数ピンかな。まあ、さあ、テンパイ、さあ、ちょっとテンパイで、関老僧ですね。関老僧テンパイ。で、こっちが、ああ、さあ、関入りまして、さあ、関入りまして、さあ、酸素を引いて、まあ、別にそんな、ああ、さあ、テンパイ、さあ、1234待ち ?1234 待ちですかね。まあ、そんなでも、でもリーチ、ドラドラですもん。まあ、リャンソ、ああ、さ、リャンソ出た。まあ、これなら3個つくんですけどね。まあ、でも、まあ、リーチ3個、ドラドラしかないですからね。だって、ああ、裏12!9 番乗り継ぎやで、ね。